サッカーボリビア代表はボリビアサッカー連盟により構成されるボリビアのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムはシュトラパスにあるエスタディオオリンピコエルナンド氏です。このスタジアムの標高が約3600メートルとあまりに高いので問題になったことも過去にある。ボリビア代表は FIFA フフワールドカップには3回出場しているがコンメボル所属のチームでは 本大会出場のないベネズエラと共に本大会での勝利がない。第1回の1930年大会は全出場チームが招待参加している。1950年大会は現在のような長期にわたる南米予選が存在しておらず、ホスト国ブラジルが予選免除だったことに加え、アルゼンチンが不参加だったことにより予選グループ分け時点で出場を決めた。 1994年のアメリカ大会予選では、シュトラパスでのホームゲームで、標高3600メートルの高地にあるという地の利を最大限に活かして、ウルグアイを破り、これまで南米予選でいかなる国にも負け知らずだったブラジルに、初めて土をつけ4連勝した。一方で、アウェーも1勝2敗1分で乗り切り通算成績を5勝2敗1分として44年ぶり3回目の、 出場を決めた。しかし、大会開幕戦となった初戦のドイツ戦を0の1で落とし、韓国には0の0のスコアレスドロー、グループリーグ突破に最後の望みをかけたスペイン戦では1の3の完敗を喫して、前3試合を0勝2敗1分の成績でグループリーグで敗退した。その後、百九十八年のフランス大会予選から南米予選の形式が、 従来のグループ戦から10カ国による総当たり戦へと変更された。これは、ボリビアにとって、ホームゲームの増加というメリットよりも、競合との対戦数が大幅に増えたことによる勝率の著しい低下という、デメリットをより際立たせる変更となる。さらに他の南米諸国も、ラパス対策として、それなりに、高知での試合経験を積んで、望むようになってきたため、 以前のようにチームもホームでの驚異的な強さもなくなり、1994年大会以降は低迷が続いている。その一方でコパアメリカには28回出場しており、1963年大会では優勝を果たしている。日本代表は1999年のコパアメリカなどでボリビアと通算2度対戦しており、1勝1分となっている。 フィファが2007年5月に健康上の問題を理由に標高2500メートルを超えるコーチでの国際試合禁止を決定した。このためラパスでのホームゲームができなくなったボリビア代表はボリビアのモラレス大統領が同年6月1日にボリビアにある標高5395メートルのチャカルタ屋さんの山頂付近でサッカーをプレー、 6月12日にはボリビア最高峰のサハマ、3の山頂付近でプレーするなど体を張って抗議した。これを受けてフ、FIFA フは限界を3000メートルに緩和した。それでも、なおフ、FIFA フが定めた限界より高い3600メートルのラパスに関しては、南米各国が認めれば試合開催可能とした。同年7月14日に南米サッカー連盟が全会一致で承認し、 これまで、ドーリラパスでの試合開催が可能になった。出場した回のみ表記 GKDFMFFW2018 年9月10日、現在、ありがとうございます。